はい、どうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。度胸試し170暗闇城のコイン集め。さあ、というわけで、ゴール条件がコインを30枚集める。なるほど、これね。いや、なんかね、前回とちょっとバージョン違いですみたいな。前回のリクエストさせていただいたコースのバージョン違いです。的なコメントとともにリクエストをいただきまして。何なのかと思ったら、確かにこのコースやったね、前。ただ多分ちょっと配置が変わってるんだと思うんですよね。いやでもクリア者がね出てなかったんでちょっと怖いなとは思ってましたけど、割と感覚つかむん早いんじゃない今回。このコインをちょっと通り越すか通り越せないかぐらいの位置でフルジャンして1回クルンする。あーちょっと待って、13 14 15。はい、オッケー、ドアがありました。こっからも同じ感覚ならばありがたいなと思いますね。もう折り返し地点来ましたので、このサイクルをとにかく保って、ドキドキ、ドキドキ、ちょっと待って、マジで、よそ見する余裕がない。ちょっと今の早かったけど、なんと、うわ、ラス位置ミスんの、マジで何いけた？オッケー、30枚いけました。ゴール条件突破して、クリアでございました。というわけで、ゴーサイでやらございました。本日も、マリオメーカー2、やってまいりましょう。超簡単、P スイッチ禁止コース 0.25%。タイトルは超簡単ということなんですけども、クリア率は 0.25% さ。タイトルか、このクリア率という数字、え？踏んだ今。まあどちらを信じるべきなのかというお話ですね。簡単というタイトルを信じるべきなのか、それとも実際のこのクリア率を信じるべきなのか。まあさっきちょっと後ろ足で踏んじゃってたんかなと思いますけど、まあここまででいくと確かにそんな今のところはまだ難しくはないかなっていう感じなんですけど、まあただクリア率がね 0.25% なんで、どっかでまあ難しくなるんだろうなとも思う。この辺は勢いよく行っちゃった方がまあいいんじゃないかなっていう。まあ今まで、あまたの難しい P スイッチ禁止コースやってきた自分からしたら、今んところはそこまでえぐくはないかなっていう感じですね。さあこれはね、もうタイミングをしっかりと見て、しっかりと P スイッチが下に行ったタイミングで、まあズルは全然できそうじゃないね。一方通行も下向きなんで上乗れないですしね。これ多分勢いよくもっとなんかこう走り抜けていくこともできるんかもしんないけど、まあ安全策をとって、ゆっくり進んでまいりましょう。まあここもね、怖いっちゃ怖いけども、頑張って勢いよく飛び越せば全然いける。配置的にこの下にゴールがあってもおかしくないとは思うんだけども、まあいけないようになってるでしょうね。あ、いや、裏面エグそうだね。ちょっとこれは、裏面をかなり心していかないと、やばそうな感じはして、ま、あーやっちまった。さあ、オッケー。まあまあ、ここからもちょっと慎重に、そうだね。右の、天井のピ、あーちょっと待って！そう、右の、右上のPスイッチに、頭をぶつけながら、行くイメージで、行けば大丈夫な、3個、きっついけども、オッケー、いけた！これで表面帰って、表面帰れるなら、オッケー、ゴール。あ、そうだね、ズルできないですね。完全にトゲで囲われてましたね。カメとも、緑カメがいないって、気のせいでしょ？さあ、というわけで、ゴール条件がのこのこ5体倒すということなんですけども、これ、いける？これでも。普通に倒せんくない？絶対当たっちゃうと思うんだよな、攻めていったとしても。いや、ワンチャン隠しブロックとかがある可能性もあるので、一回探ってみますね。いや、でもないな、なさそうな感じするな。ないのか。ないな、ないわ。のこのこ全て5体だから、そうだね、そこに積み重なってる5体全部を倒せっていう話に他ならないはずなんだけど。おっと、1体倒した。でもこれをさ、そんな何回もやってけばちょっと鬼畜すぎん。おお、いいぞ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 、いいよ。それでカロンが生き返ったらどうなる？高さ的に踏んで飛び越えれる高さじゃないけど、でもこいつがちょっと左にはみ出てきたおかげで、なんかうまいこと上に行け、うわ、めっちゃ決まった。あ、これでもうゴールじゃないですか、やった。サムネ映えない、久しぶりに起動したコインを全て75枚取ってからゴール。さあ、サムネ映えコースかと思いきや、サムネ映えないコースらしいですけど、まあ上の方のこのコインたちは別に何も難しいことはないとして、まあ最後にあの真ん中の1枚、あの下に見えているあの1枚をどう取るかだけの話だとは思います。そうですね、これで72枚で73、4がそこなんで、
これ真ん中、これドッスンって真ん中に来るんかな。来るね。これ帰ってくんの難しくない？いやもう最初から真ん中行くべき。じゃあここででも耐えんのきついよな。そしたらもうこうか。いやでもドッスン間に合っちゃうな。こんな感じ。あー惜しい惜しい。この勢いで帰ってこれるんかな。じゃあオッケー、帰ってくることに成功しました。あとは地味、あ、てかドッスン一回あそこに来たらもう帰らないんだ。この一枚だけが難しいかなと思ってましたけど、それも取れたんでもうクリアかなと。いやあそこにヒップドロップで突っ込んでいくめっちゃ怖かったっすね。実況者への挑戦状、スピードラン220秒、クリア率739分の0。さあというわけでここまでクリア者が出ておりません。実況者への挑戦状ということでやってまいりましょう。おっと、これはマックスの高さでいけば、あれ、ちょっと待ってよ、ここちょっと噛み合わせんの難しいんじゃねえかという気もしましたけど、まあちょっと若干加速したり減速したりを繰り返せばなんとかなるんかなっていう、まあ時間制限がどうなんかによりますけど、今ちらっと右側にゴールが見えてましたね。ただなんか土管から繋がってるっぽかったから、まあまだまだ大丈夫か。だからここ1回ぐらいクルンしといたら大丈夫というお話なのかな。ここ3段ジャンプじゃなくても別に問題ないでしょう。でその右下のところに出てくるならばすぐにクリボーを踏むためのジャンプをしましょう。あ、ここは3段ジャンプジャンプ必須。さあドア入りまして、まあ即死ギミックとかではないので、まあそこの優しさは感じますね。まあ今のところクリア率が結構低かったけど、なんとかなってるっちゃなんとかなってる感は、ここ絶妙にバネちょっと当たりにくい作りになってますけども、さあここまで来ます。プロペラを取りつつ、ちょ着地をしっかりしないといけないので、こんな感じで大丈夫なんじゃないかな。でここは多分2回ダメージを食らう作りだと思いますので、ここか、あ、ここ3段ジャンプがちょっと噛み合ってない。3段ジャンプワン、ツー、くるんぐらいの感じで行った方がいいんじゃないか。で、再びのピーラン。で、ここから最終また帰って、ここが空いたらここに行けますよっていうお話なのかな。はあ、なるほど、4周するんだ。これは大変だわ。で、これでスタート地点帰ってきて、最終の鍵ドアどこあるだ。ちょっと待って、危ないな。ちょっと待って。これ2周目からに関してはさ、あっち行かんでよくね。行く必要あるんかな。いや、これでいいな。これでいいな、2周目からは。てか、220秒スピランで、まず最初の1周が、なんか5、60秒ぐらいかかってた気するんで、多分全ルートをしっかり4周しようと思ったら、多分時間足りないと思うんだよ。だから表面は毎回しっかりと走ってこなきゃいけないんですけれども、裏面に来てからはもう一発でこう行っちゃって、全部ショートカットして、ピンクコインだけ集めていけば大丈夫というお話なんかな。そして、これを集めて、さらにもう一回回ってこなきゃいけないから、これ時間いけたかな今回で。やばいわ、もう10秒しかないわ。これやり直しになって最初からまた200秒走るのなかなかえぐいですけど、そうだね、さすが。あ、ちょっとつっかえちゃった。いや4秒あればワンチャンあるか、ワンチャンあるかもしれんぞ。ここからこういって2秒1秒でしょ。いやこれワンチャン、マジでワンチャンあるよ。これ土管入って、土管入って多分右に壁キックかなんかしたらもうゴールだと思うんだよ。はい、オッケー、やっていけたわ。時間やばかったね。